クリア理事は、大韓民国海軍の駆逐艦。清掃大王級駆逐艦の二番艦。艦名は、李氏、朝鮮十四代国王戦争に十万傭兵を説えた、受学者の理事に由来する。この艦名は、海軍兵らの意見をまとめ決定された。クリア理事は、KDX-3EGIS スシステム搭載型7600トン級駆逐艦として、 大武造船海洋魚化保造船所で建造され、2008年11月14日、浸水、2010年9月1日に収益した。2008年11月14日、京商南道巨彩市にある玉浦造船所にて挙行された浸水式は、国防部長管理省、機、海軍参謀総長長邪マネラが臨席の下で、実施された。2010年9月から戦闘力総合評価を、 開始し、9ヶ月後の2011年6月1日に実戦配備された。2012年に DDH-981 サヤキラ、SS-069 ラダイオーと共にリムパックに参加する。2012年12月、北朝鮮によるミサイル発射実験に対応して、韓国海軍保有の全イージュス艦が出動し不足の事態に備える。同月12日、 ミサイルは発射され、DDG-991 清掃大王と、共に、公海上空を飛翔するミサイルの軌跡を探知した。ありがとうございます。